1> 第1海兵ヘリコプター飛行隊は、海兵隊及びホワイトハウス系個室の指揮を受け、アメリカ合衆国大統領、アメリカ合衆国副大統領、国家元首、国防総省職員、その他の要人の輸送を実施するアメリカ海兵隊のヘリコプター飛行隊である。大統領を乗せた海兵隊のヘリコプターは、マリーンンのコールサインで呼ばれる。HMX-1 は、従来、 航空機の運用試験を及び評価も担任していた。その任務は2014年にシコルスキーエアクラフト社の新型大統領専用ヘリコプター VH-92A の契約が締結されて以降、アリゾナ州ユマに所在する VMX-1 に引き継がれたが、一部は用心輸送に特有の能力を有する HMX-1 が引き続き実施している。 VH-92A は2017年に初飛行を行い2020年に運用を開始する予定である。ナイトホークの愛称で呼ばれる HMX-1 の本部はバージニア州クワンティコ海兵隊航空施設にあり、その文献隊がワシントン DC のアナコスティアボーリング統合基地及びメリーランド州アンドルーズ空軍基地にある。1961年。 ホワイトハウスのサウスローンに中期中の VH-34D 大統領専用ヘリコプター。1946年、ビキニ干渉で行われた核実験を視察したアメリカ海兵隊のロイ・ガイガー大将は原子爆弾の登場によって海岸保に部隊、艦船及び物資が集中する上陸作戦の遂行が困難になったことを認識した。 海兵隊司令官が召集した特別委員会である、ホガボーン委員会は、より分散した体制での上陸作戦の実施を可能にするため、輸送ヘリコプターの開発を勧告した。また、そのために必要な実験ヘリコプター飛行隊の創設にも言及した。この勧告を受け、1947年12月1日、コネチカット州にあるシコルスキー社やパイア設置社、 そして海兵隊学校から近いバージニア州クワンティコ海兵隊航空基地に HMX-1 が創設された。同年5月、シコルスキー 43S-1 及びパイア石器 HRP-1 を使った最初の性能試験が実施され5機のヘリコプターでアセスパラオの甲板からノースカロライナ州キャンプルジューン海兵隊基地まで66名の海兵隊員の 空輸が行われた。これらの機体では、3名の海兵隊員しか輸送できず、往復飛行を繰り返す必要があったものの、その構想自体には実行の可能性があることが確認できた。1948年、海兵隊学校は、空中機動作戦に関する初めての共犯である、水陸旅用作戦ヘリコプターの運用を発刊した。同年5月、 HMX-1 は空母の甲板から海岸への上陸軌道演習を初めて実施した。1987年、イタリアで G7 に参加する、レーガン大統領を空輸する、VH-1N1950 年、朝鮮戦争が勃発すると、HMX-1 から4機のヘリコプターが、ベモ -6 に配備され、釜山共闘補の戦いにおいて第一。 海兵林事業団を支援した。これらの機体は、戦場観測、統制、患者構想及びパイロットの救出といった任務に投入された。また、長津湖の戦いにおいては、長津湖の西岸に分割配置されていた海兵隊部隊間の連絡に用いられた。朝鮮戦争において、ヘリコプターに求められた任務は、海軍が実施してきた訓練の範囲を超えるものであったため、 最初の2、3年間は、HMX-1 が訓練コマンドとして、機能し、海兵隊発のヘリコプター輸送飛行隊となるハマー -161 の中核を形成するパイロットたちを育成した。1957年9月7日、ロードアイランド州、ニューポートの別荘で、休暇中だったドワイト・ D ・アイゼンハワー大統領は、アーカンソー州で、リトルロック高校事件が発生したため、 直ちにホワイトハウスに戻る必要が生じた。アーカンソー州知事のオーバル・フォーバスは、アーカンソー州兵をもって黒人学生がセントラル高校に登校するのを阻止していた。アイゼンハワー大統領は第101空挺師団をリトルロックに派遣し、1954年のブラウン体教育委員会裁判におけるアメリカ合衆国最高裁判所の判決を履行した。 通常、ニューポートからワシントン DC に戻るためには、ナラガンセット案を1時間かけて、フェリーで渡ってからエアフォースワンに登場し、メリーランド州アンドルーズ空軍基地まで45分間かけて、飛行した後、ホワイトハウスまで20分間かけて、車で移動しなければならなかった。直ちにワシントンに戻らなければならなかった。アイゼンハワー大統領は、エアフォースワンまで、 迅速に移動する手段を準備するように命じた。緊急事態に備えてロード島に待機していた HMX-1 の UH-34 ヘリコプターが大統領をエアフォースワンまで空輸できる体制にあった。アイゼンハワー大統領の了承が得られると、基調のバージル・ディオールソン大佐は大統領と大統領夫人がいるニューポートにある。 米国海軍大学のヘリポートに急行するように命ぜられた。オルソン大佐はナラガンセット湾を横断し、大統領を6分間でエアフォースワンまで空輸した。これが大統領のヘリコプターによる空輸の洗礼となった。オルソン大佐は初めての大統領専用ヘリコプターの機長となり、HMX-1 の任務を大幅に拡大することになった。 オルソン大佐は大統領の希望により、その後3年間にわたり HMX-1 で勤務した後、韓国、ベトナム及び国防総省で勤務した。1959年、アイゼンハワー大統領はオルソン大佐をホワイトハウス昼食会に招待した。オルソン大佐はその席でマリーンワン以外の任務に従事することを大統領に願い出たのであった。 アイゼンハー大統領は、オルソン大佐の要望をしぶしぶ聞き入れた。2010年8月12日、バージニア州クワンティコ海兵隊航空施設の新しい格納庫の落成式においては、オルソン大佐が HMX-1 という飛行隊を呼び、マリーン1という任務で遂行した歴史的な異業が、称えられた。オルソン大佐は、その落成式において、自らスピーチを述べたが、 すでに死亡した海兵隊員が称えられる場合が多い中、これは非常に珍しいことであった。ワシントン DC 上空を飛行する VH-3DC キング1957年9月7日のニューポートからの大統領空輸の直後、HMX-1 はホワイトハウスのサウスローンに着陸できるかどうかについて大統領付海軍部官から検討を指示された。 頭上での検討及び試験飛行の結果、安全に離着陸できる地域を確保できるという結論が得られた。正式な手続きが完了し、HMX-1 はサウスローンからエアフォースワンの本拠地であるアンドルーズ空軍基地までの往復の大統領空輸が行われるようになった。オルソン大佐は現在でも用いられている大統領空輸実施手順の多くを制定した。 その中には、ホワイトトップというニックネームを生み出した、マリーングリーンの機体の上部を白色で塗装することも、含まれている。ホワイトハウスの芝生に設けられた、着陸点に大きな白い円を描いて、マリーンワンが正確に着陸できるようにしたのも、オルソン大佐であった。それは、ホワイトハウスの庭師から、サウスローンの樹木や草花が傷むという苦情があった、ためであった。 ヘリコプターによる空輸は当初、アメリカ陸軍によっても行われていたが、1976年、大統領のヘリコプター輸送に関しては、世界中どこにおいても海兵隊が単独で、責任を負うことが決定された。現在では、HMX-1 は、副大統領、国防長官、海軍長官、海兵隊総司令官を呼び、 ワシントン DC 地域を訪問するすべての国家元首の空輸も行っている。2009年7月16日、マリーンワンは女性初の大統領専用ヘリコプターのパイロットであったジェニファー・グリーブス少佐の最終フライトのため、搭乗員全員を女性で構成した大統領空輸を行った。ワシントン DC のポドマック川上空を飛行する VH-60。 N ホワイトホーク HMX-1 の格納庫で納入行事を行うメガボルト -22B 最初の公式の大統領ヘリコプターは1957年9月に運用を開始した VH-34 直頭であったが1962年の初めに VH-3AC キングへと換装された1970年代の後半には VH-3A の退役に伴い改良型の VH-3D が使用されるようになった。現在は VH-3D と1988年から飛行隊に配備された VH-60N ホワイトホークが運用されている。V という記号はその機体が VIP 用であることを示している。VH-3D は14名。 VH-60N は11名の人員を輸送できる。いずれのヘリコプターも、機長、副操縦士、クルーチーフが登場しており、VH-60N には、通信システム操作員も登場する。VH-60N は、ローターを折りたたんで空軍の C-5 ギャラクシーや、C-17 グローブマスター3輸送機に、搭載することが容易なため、 海外での運用に適している。VH-60N を C-5 に搭載するための準備は2時間以内で完了する。用人空輸ヘリコプターの特殊性に鑑み、HMX-1 に配置されたすべてのパイロット及び整備員に対しては、シコルスキー社の訓練教官により、その特技に応じた1ヶ月から5ヶ月間の家庭教育が 飛行体において実施されている。VH-53D HMX-1 は23機の VH-71 ケストレルを調達し、現在の機体を更新することを予定していた。しかしながら2009年4月、ケストレル計画を国防予算に計上しないことが決定された。その後、 VXX 計画が再開されており、2017から2023年の間に新型機が装備される予定である。HMX-1 は、少数の CH-46C ナイトと CH-53E スーパースタリオンも運用している。これらの機体は、2017年までにメガボルト -22B オスプレイ及び CH-53 ケイキングスタディオンに更新される予定である。用人空輸ヘリコプターと異なり、これらの支援機は、HMX-1 独自のダークグリーンに塗装されているが、機体上部の白色塗装は行われていない。2013年8月11日、2機のメガボルト -22 オスプレイが、マサチューセッツ州ケープコット沿岸警備隊、航空基地から、 マーサズビニアードまで、シークレットサービス、ホワイトハウスのスタッフ及び報道関係者を空輸し、大統領空輸を初めて支援した。2015年現在、HMX-1 は1960年代の、機体である12機のシコルスキー VH3D、80年代から90年代に、 かけての機体である8機のシュコルスキー VH-60N 及び12機のベルボーイングメガボルト -22 オスプレイを装備している。多目的支援機として用いられる CH-46E の付近で荷物の検査を行う軍用圏大統領及び VIP 空輸はホワイトサイドと呼ばれる用人空輸分検体により実施される。ホワイトサイドの任務のほとんどは ホワイトハウス稽古室の指揮下で実施される。ホワイトサイドの本拠地はバージニア州クワンティコ海兵隊航空施設であるが、ワシントン DC のアナコスティアボーリング統合基地にある付属施設も利用している。グリーンサイドと呼ばれる HMX-1 の残りの組織は V-22 の実用試験やバージニア州クワンティコ海兵隊基地における 海兵隊戦闘開発コマンドの訓練支援などを任務としている。飛行隊の記号にある X はエクスペリメンタルを意味し、新型ヘリコプターなどの試験を任務とすることを表している。飛行隊の主要な任務が実用試験から用人空輸に変わったため、部隊名からはエクスペリメンタルという言葉が消えたが、飛行隊を表す記号には現在も残っている。 用人空輸文献体に定められた期間を超えて所属し、飛行任務を行った海兵隊員は大統領法師賞を授与される資格が与えられる。ありがとうございます。